ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、ツイッターでも紹介しましたが、ブックオフで2500円でゲットしてきました。すべてレゴフレンズだと思いますが、ミニフィグが20個くらい入ってそうだったので迷わず買ってみました。見える範囲ではほぼツルゲだったんですが、あ、ツルゲっていうのは髪の毛のないミニフィグのことです。レゴラジ用語です。見ての通り、髪の毛もたくさん入ってます。ツルゲ、ツルゲ、ツルゲ、これもツルゲ。馬や子犬のミニフィグも入ってますね。倍速にしようかと悩みましたが、そうすると2分くらいの動画になってしまうので、じっくりご覧ください。わら、今回は2500円でゲットしました。フレンズのミニフィグは300円くらいが相場かな。もちろんレアなものもありますが、まあ300円が妥当です。あと、ミニフィグと呼んでも構わないのですが、ミニドールが正しい呼び方です。ディズニープリンセス系のミニドールになりますね。でも、ブック型の小さい人形は、マイクロドールって呼びます。とっても勉強になりましたね。じゃあ、チャンネル登録お願いいたします。あ、嫁ラジ。呼び嫁ラジにしよう。話がだいぶ逸れてしまいましたが、1体300円が相場で、これ多分20体くらい入ってます。馬や子犬も人気アイテムなので、中古でバラで買うと5000円以上になりそうですよね。つまり、超激安でゲットできた、ってことになります。ただし、中古レゴの購入には注意が必要です。いつもいつも言っていますが、偽物が多数で回っています。パッと見ただけではわからないものも増えています。中古購入の際は十分にお気をつけください。あと、さっきからずっと思ってたんですが、エイミさんに似てません？ま、いいか。ということで、髪の毛パーツは足りそうですね。これまで何度も100円ミニフィグを紹介してきましたが、髪の毛パーツがミニフィグ分揃ってたことって少ないかも。ミニドールが17体でミニフィグが1体、馬が2頭に子犬が3匹でした。これで2500円か、かなり安くゲットできたかな。嫁ラジの呼びもゲットできたし、言い方、わらわら。何気に自転車も人気アイテムで500円とかしたりしますよね。あ、これ犬じゃなかった。わら、ブロックも100個以上入ってますね。ブックオフで詰め合わせレゴはよく見かけますが、ミニフィグがたくさん入ったセットはなかなか見かけません。最近は知恵をつけたようで、売り方を変えてきましたからね。それでもマネにチェックしていきましょう。ということで、今回はレゴフレンズのジャンク詰め合わせでした。ここまで安くゲットできるのは久々ですが、こういう売り方がなくなったわけではないので、諦めずに毎日見に行きましょう。本日もご視聴ありがとうございました。